長が177センチ、体重92キロ、軽量です。マレンコカット、ジャカラヒスタイル、カンカツ、師匠マレンコにつないでおります。ファンタスティックスの合体プレーはまだ今日は一つしか見られておりません。ジョー・マレンコ、非常にこの冷静な表情でスープレックスマシンの意味を取っている、両の足を叩きました。こっから金丸が、さあ首を取りました。ネックを取れば金丸です。決まっております。いかがですか。決まってますね、はい、完全無欠の金丸です、ね。リードジャース苦しい表情、サードロープに手を伸ばしました。さあトミー・ロジャースがマレンコを自分のコーナーに連れてまいりました。リバースのショルダースルー、しかし丸め込んでカウントはツー。体を反転させてキャンバスの中央です。今日のボビー・フートンはかなりこれグラウンドにこだわってますね。もともとこのボビー・フルトン、あるいはこのファンタスティックス、トミー・ロジャースのグラウンドというのはどうなんでしょうか。まあ、アメリカでは結構見せてたんですけどもね、やっぱり過去2回の日本の来日ではですね、やっぱり割とその空中殺法が多かったですからね。あ、そうですよね。まずそのファンタスティックス、この幻想といった意味合いなんですけど、その名前からしてもやはりこの飛び技が多いといった意識を日本のファンが持っております。菊池が当然といった表情でカットしてまいりました。菊池のこの技を超越したがむしゃらな戦いが今ファンのハートを捉えて、両腕でボディスラムでしたね。さあリングの中に戻ってまいりました。エルボーです。この菊池のエルボーにどれだけファンが共鳴したか、怒るべくしておきました。菊池剛、そして菊池トップロープ、フォーカスを定めた、エルボージャストミート。まさに垂直落下ですね。試合時間は10分を経過としました。ホイップされたショルダーアップ、返す方でマレンコだ。マレンコイン、マレンコイン、イン。振った縦に横に走って足をすくってラリアット、場内に吹っ飛ばされました。自らのために投げ込まれたこの紙テープに、キック強しのロンニーバック、ブリンバスの体勢だ。もうちょびっと揺るかねります。カウントは2、場外転落、菊池剛、ちょうど放送席の不安だ。ボビー・フルトン、
トミー・ロジャースがリングインです。トミー・ロジャース、そしてマレンコ、アゲッサのファンタジックサリオのマレンコもこういった方もみんな初めてですね。しかしですね、喧嘩ファイトになりますとマレンコは強いですからね。そして目前です。鉄柱ホイップ、鉄柵ホイップ、レフトハンドラリアット、しかし飛びついて飛びついて、しかしキープしている。ジャマンか、ジャマンか、持ち上がんない腕をツイストした。マレンコの感想としてうまいですね、関節技の攻防の中で感想を決めたわけですからね。Take it!